最近、韓国の芸能界やスポーツ界で相次ぎ抗打ち暴力疑惑が提起される中、今回は前行としてユンホのエピソードが公開され、話題となっている。17日、あるオンラインコミュニティにはユンホの前行をお伝えしますというタイトルの文章が投稿された。作成者 A 氏は内省的で楽天的な性格のせいで、友人たちの悪どいいたずらにあっても怒りを出せない中学時代を過ごしたとし、ことはエスカレートし、私の腕に傷ができた。先生に相談して初めて、これが校内暴力であることを知ったと当時を振り返った。その後、A 氏は周囲の冷たい視線の中で苦しみ、自主退学まで検討していたという。そんな時に助けてくれたのがユンホだった。A 氏は中学の同級生だったユンホを言及した理由は、同級生ではあったが同じクラスではなく親しくもない私に、学校では学園祭りの度にダンス公演をして大人気で憧れの存在だったそんな友人だったのに。ある日、ユンホとすれ違った際、傷ついた私の腕を見て掴んで、これ、あの子にやられたの。僕が怒ってあげようかというニュアンスで一言声をかけてくれたとし、大丈夫だと言ったけど、あの一言がすごく力になって、無事に卒業し、今は堂々と家庭を持って幸せに暮らしていると綴った。続けてこの文章を書いた理由は何よりも校内暴力は周囲の関心と応援が重要で、ユンホに当時言えなかったありがとうという言葉を伝えたかったからだとし、いつも応援している。本当に情熱的で義に徹した友人だったということを多くの人に知ってもらいたいと伝えた。日本の元陸上競技選手為末大さん、韓国バレーボールの双子姉妹が中学時代のいじめで代表資格を剥奪されたことをツイッターで触れ、日本のスポーツで同じような事例が出てきたとき、どのような判断をし、どのようなメッセージを出すかの用意は各協会しておいた方が良さそうですとの意見を示した。俳優のソンジヌ、日本人の妻と娘を公開し、韓国で話題に。16日に放送された MBC 写真整理サービスフォーンクレンジング第2話にて。結婚6年目。ナンタの日本ツアーの時に知人の紹介で出会う。TWICE、大根シリーズフォトブックの韓国での個別売上ランキングが発表される。9位チェヨン、8位ジュヒョ、7位モモ、6位ツーイ、5位ジョンヨン、4位ダヒョン、3位ナヨン、2位ミナ、1位サナ。